黒公爵ことブラウン・シュバイク・リュー・ネブルク公、フリードリ・ヒビル・ヘルムの騎馬像。黒い軍勢は、第五次大仏大同盟戦争中の1809年4月1日、黒公爵ことブラウン・シュバイク・リュー・ネブルクイコール・エール、スオーヤケ、フリードリ・ヒビル・ヘルムが、ヨーロッパ各地の戦場で、ナポレオン・ボナパルト及び、フランスのドイツ占領軍と戦うべく創設した、義勇軍である。元は、 ブラウンシュバイク公国軍団もしくは黒い軍団と呼ばれていたが後にイギリス軍に参加してブラック・ブランズ・ウィッカーズとして名を馳せた。家のアウエルシタットの戦いでフリードリヒ・ビルヘルムの父ブラウンシュバイク公カール・ビルヘルムは致命傷を負い数日後に没死した。プロイセン軍の総司令官を務めていたカール・ビルヘルムの所領ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル公領は ナポレオンとの戦争で中立を保っていたにもかかわらず、フランス皇帝は1807年に、ブラウンシュバイク家が統治を停止したと宣言し、皇領を解体すると、自身が打ち立てたベスト・ファーレン王国に併合する。ブラウンシュバイクはこれ以降、同王国で新しく、デパルト・マンデュロケールと呼ばれた地方の首都になった。フリードリ・ヒビル・ヘルムの妻、マリーは、 フランス軍のブラウンシュバイクへの侵攻が迫ると二人の息子、カールとビルヘルムを連れてひとまず、プフォルツハイムに逃れた。フリードリヒ・ビルヘルム自身は、シュレイジエンにある自らの所領、エールス公領に退いたが、現状を無抵抗で感受する気になれず、フランス軍に占領された公領を奪還するために1808年から軍団を召集し始めたのである。リヒャルト・クネーテル作。 ブラウンイコールエールスオヤゲの訓断、1809年、黒い軍勢のウーラント・フザール・クネーテル作、ブラウンイコールエールスオヤゲの訓断、1809年、不評1808年の冬、フリードリ・ヒビル・ヘルムは、ウィーンへ向かい、1809年2月25日の、ウィーン協定で、カール大公に、フザール戦記、計不評千名及び、騎馬砲兵125名から構成される部隊の、 設立を約束した。彼は、エールス公領及びベルンシュタット公領の財産を、抵当に入れ、その装備を自弁するよう望む。その場合、オーストリアは彼を連合国、協定の第3条は、下記の通りである。この部隊は、ブラウンシュバイク公国軍団の名を冠する。また第7条は、下記のように規定した。この軍団の編成がみ次第、創設者殿は、 すぐこれとともに、召集の場から出発し、敵軍に対するその作戦を、近隣のオーストリアの軍団と共同して開始する。ものとし、なお状況が許せば、マクデブルク、カッセル、ブラウンシュバイクあるいはシモエルベに前進し、その軍団を可能な限り増強するものとするが、総じて全力をもって特に敵軍の連絡船、物資集積地、砲兵陣地や市長部隊に打撃を加える義務を負う。 また、第10条では、新しい軍団が、武器や装備を、オーストリアの交渉から得ることとされた。これに対し、プロイセン国王、フリードリヒビルヘルム3世は、敵対していたフランスとの融和を図るべく、主霊自演から上がる、公の収益を領内に押しとどめ、企業部隊の設立を積極的に阻もうとした。プロイセン国王は、1809年4月10日に次の、 ように発表している。ボヘミアのナーホトで、義勇軍が創設されるという情報は、陛下の英文に達した。陛下はこの状況に置かれ、忠実なる臣民に、これを通じて密かな防兵を禁ずる国法に基づく、禁令を思い出させるよう、そして、近隣諸国との性質を脅かす、このような連合に加わった者が、どのような懲罰を下されるか注意を喚起するよう、おぼしめされた。 1809年7月25日、黒い軍勢を構成していたのは、義勇領兵大隊1個を伴う、不評2個大隊、狙撃兵1個中隊、フザール1個連隊、ウーンウラン及び、騎馬砲兵各1個中隊である。部隊の指揮官であった、黒公爵と並ぶ重要な人物は、司令部の指揮官代行を務めたゲオルクルートビヒ、コルフェス少佐であった。主に黒い制服から、 この義勇部隊はやがて黒い軍勢と呼ばれるようになる。不評は簡素な職所をつけ、黒く染めたフロックコートの一種、ポールロックと青い飾り縁を伴う黒もしくは灰色の革ズボン、アンハイ色のゲートルを伴う靴を身につけ、黒い羽飾りをあしらう、社交棒をかぶり、弾薬コート銃剣の鞘を吊るした黒い革帯を巻き、茶色の毛皮を貼った灰の音パン袋を下げていた。 上着には黒糸で縁取られた明るい青色の立襟がついていた。騎兵は明るい青色の襟をあしらう黒いドルマンを着て、明るい青の結び目を飾った黄色い樹を身につけ、青い飾り縁のついた黒い乗馬ズボンを履いていた。黒い車交帽は当初から黒い馬の尾で飾られており、それには黄色い金属製の顎紐がついていた。残りの革帯はすべて黒であった。兵の服装は、 騎兵と同様で、長い裾を伴う黒い乗馬用の上着を、黒糸で縁取られた、明るい青色の立襟で飾った。また青い飾り縁がついた黒いズボンを着用し、フザール用のサーベルを携えていた。1815年のブラウンシュバイクの当店コップフ、自ら、復讐の軍勢へと称し、勝利か死かを標語としていた。この義勇部隊は、社交帽に、サレコーベの気少をあしらい、 その下に2本の交差する骨を組み合わせた。この気象はすでに、プロイセン軍のダニエル・フリードリヒ本ロスソー、中将指揮下の黒いフザール連隊が採用している。また1652年、ビュルテンベルクイコールエールスウォーヤケズイルビウス、ニムロートがエールス広告で、クロ騎士団を創設している。黒公爵はこれらを手本として、この気象を、自らの舞台に使うことにした可能性がある。 エルスフレートの記念碑。黒い軍勢は1809年3月、ナーホトに集結して5月12日に出発した。5月30日には、ツッタウ近郊でウィジンを迎えている。多くの犠牲を出した末、この町からの撤退を強いられたものの、後に脱回した。続いて、ボヘミアのルムブルクと、ベータアスファルトで戦う。6月には、 オーストリア軍と共にザクセンとフランケンで戦った。そしてバグラムの戦いでオーストリアが敗れると黒い軍勢は自力で北ドイツへ抜け北海の沿岸へ向かった。その際ハルバーシュタットとエルパーで戦っている。最終的には8月6日から7日にかけてエルスフレートとブラーケからイギリスに脱出することができた。1810年以降。 この軍勢は、ブラウンシュバイク・リューネブルク両兵とも呼ばれたとして、ウェリントン公の指揮下に、半島戦争に参加し、そこでもベスト・ファーレン王国の部隊と対峙した。ナポレオンの敗北後は、ブラウンシュバイクに戻り、新設されたブラウンシュバイクコノエ大隊の中核を、成している。同大隊は1815年、カトル・ブラの戦いとワーテルローの戦いに参加した。何度も解消された後、 黒い軍勢を前進とする正規部隊は最終的にプロイ戦軍に編入され第17ブラウンシュバイクフザール連隊及び第92ブラウンシュバイクフ評連隊となった。ジョン・エヴァレット未霊作ザ・ブラック・ブラウンズウィッカー黒い軍勢は同時代の人々から英雄として称賛された。そのため一時期ブラウンシュバイクフ、すなわち黒いスペンサーを着るのが流行ったばかりか。 黒い軍服風に仕立てた、当時の洗礼儀が伝わっている。今日ほとんど忘れ去られている。この舞台は、当時のヨーロッパで後半に話題に上がっていた。1813年以降、この軍勢と英雄的な公爵は、様々な詩、絵画や書籍で商用されている。グスターベフォン・コルゼフライシュデ・ハーザックス、フリードリ・ヒビルヘルム・フォン・ブラウン・シュバイク・ツーク・ディンヒ、 ノートドイッチロンとイムヤール1809-1894ゾアンディアブドラック S1 ルートビヒフェルディナンド・シュペアフリードリヒビル・ヘルムヘルツオークフォン・ブラウン・シュバイクラーナバーク・オルズ 1861S51 ルートビヒフェルディナンド・シュペアフリードリヒビル・ヘルムヘルツオークフォン・ブラウン・シュバイクラーナバーク・オルズ、s、1 8 6 1 s 一ルートビヒフェルディナンド・シュペア フリードリヒビルヘルム、ヘルツオークフォンブラウンシュバイクラーナバークオルズ、1861、S50、グスターベフォンコルツェフライッシュ、デハーザックス、フリードリヒビルヘルムフォンブラウンシュバイクツークディンヒ、ノートドイッチロンとイムヤール1809、1894、ゾアンディアブドラック S74F、ルートビヒフェルディナンドシュペア、フリードリヒビルヘルム、 ヘルツォークフォン・ブラウン・シュバイクラーナバークオルズ、1861S51F、ルートビヒ・フェルディナンド・シュペア、フリードリヒ・ビル・ヘルム、ヘルツォークフォン・ブラウン・シュバイクラーナバークオルズ、1861S52、クエール、エルンスト・フォン・ベーデル、ヒストロ・シャラン、ウント・スタマリースト・デ・ドイチェン・ハリス、ベハー・バイトット、フォン・クロース・フォン・ブレイド、エーシャール、ベルリン1905、 ウルリケ・シュトラウス、ダイ・フランゾ・ゼン・ゼイト、イン、ホルスト、ルディガー・ジャーク、ゲルハルト・シルト、ブラウン・シャバイ・ギシャ・ランデス・ジェシクト、2000、S706F。ありがとうございます。